なんか本当に自分が選んだこの道で正しかったみたいな、新しい課題にこうチャレンジしてる感じがなかった。言われたこともきっかけに前進したかなと思って、自分の覚悟を持ってやるんでやらせてくださいって言った時に、やっぱり一番大事なのは自分がすること。キャリアに悩みがそこのあなた、公式 LINE 登録で就職活診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手にあります。詳しくは概要欄をチェック。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。おはようございます。特集の常です。今日はですね、自分つい最近入ったんですけど、同い年の後期が執行役員らしくて、ちょっとそこに至るまでの苦労とかそういう話をちょっとしっかり聞いていければなと思ってます。後期、後期、はい、執行役員の後期さんじゃないですか。あ、執行役員になるにあたっての、あ、すいません、いかがと思う、すいません。ありがとう、ありがとう。特集の常です。まあ、同い年の後期が執行役員ということで、まあ、やっぱりちょっと自分としてもね、そういうとこゆくゆく目指していきたいってところで、苦労話とかっていうの聞ければと思ってます。お願いします。何でも聞いてください。ちょっと常吉先輩、今日は入社されてるので、いきなり一発目のお仕事、何でも聞いてください。緊張せずに。ありがとうございます。はい、コキさん、新卒でアクセンチュア入って、はい、大体が2、3年経った後、まあ、25、6歳でユースル入って、まあ、2年ぐらいで執行役員になったと思うんですけど、順風満帆だなって意識あるんですか？そんなことはないです。そんなことないです。そんなことはないです。2年ぐらいかな、今。3年アクセンチュア入って、ちょうど今2年半ぐらい経って、執行役員になったのがちょうど去年だから、うん、まあ、思い的には任せてもらえたのは早かったかなっていうふうに思っては。執行役員になるにあたっての、なんか辛かったこととか、苦労したなってこともやっぱあったりするんですか？そうね、まあ、別に執行役員っていうのはただの役職だから、うん、そこがどうこうってわけじゃないんだけれども、うん、やっぱり一番はサスケさんに詰められたこと、うん、散々詰められたことかなっていうのはまあ冗談で、うん、そんなのどうでもよくて、うん、大変だったポイントで言うと、大企業からベンチャーに来て違った角度の挑戦をしたっていうのが、まあ、一番大変だったことかなと思って、うん、まあ、そこの結果としてこういう役職をいただけたっていうのはまただの結果で、そこはいいかなって。ユースルに入ってこう何が一番辛かったとかありますか？そうね、それこそその大企業ベンチャーみたいな違いにもあるんだけど、一番俺がしんどかったのは執行前とか役員とかの前の話で、多分入社して半年か1年後ぐらいかな時で、とにかく全然成長してないなっていう時期があって、そこが一番辛かったかもしれない。あ、ベンチャーってやっぱりイコール成長みたいなところがあって、うん、よくあるよ。結構そこ驚きなんだけど、どういうところで？俺もそこギャップで真逆だったって、うん、その大企業、うん、ベンチャーにいた当時っていうのはやっぱり常にこう高い壁みたいなのが、うん、上司の方ってプロジェクトから与えられて、それを乗り越えるのに苦悩して、うん、そこでまあ日々良くも悪くも成長を感じさせていただいていたっていうのが大企業の時でした、うん、で一方ベンチャーに入ってからは最初半年1年本当に自分ができることだけをひたすらやっているみたいな、うん、でもちろんそれで当時は俺社員1人目だったから、サスケさんとかしかいなかったから、うん、いや、いつもありがとうみたいに言ってもらえてるんだけど、うん、なんかやってることめちゃめちゃしょぼいなみたいな、うん、あんだけこう日々もがき苦しんで、うん、アクセンターの時に成長してる時間があったのに、その実感っていうのをほぼこう1年ぐらい入れないみたいなのが続いてて、うん、だから本当に自分が選んだこの道で正しかったのかみたいな、うん、こんな時にまだもしコンサル残ってたらもっとしんどい思いはしただろうけど、もっと成長できんじゃないのかなみたいなとこが、うん、なんか一番苦悩した瞬間だったかなっていう。そこで言うとちょっとどういう風に動き方を変えてって、まあ多分今そこの成長実感できるようなところまで持ってってたのかなと思うんですけど、その後はちょっとどういう風に動いていったんですか？そうだね、自分でも成長できないみたいなのが実感は正直あって、このままじゃダメだっていう問題意識はあった、うん、要はできることだけあって新しい課題にこうチャレンジしてる感じがなかった、うん、一応バリューは出てるし会社は成長しているんだけれども、うん、本当に意味あるのかみたいなずっと問いを考えていて、うん、正直自分じゃ答え見つからなかったです、うん、でその時にちょっと悩みが晴れたというか、うん、あの解決の方向に向かったのは、まあ、結局やっぱその時は元アクセンチュアの上司で、うん、シニアマネージャーやってる方がいるんだけれども、うん、今でもこう毎月のようにいろいろ相談させてもらってて、うん、その方とこう飲む時に、まあ、そういう悩みを話してたんだよね、うん、その人は先にアクセンチュアシニアマネージャー行って、うん、その後ベンチャーで取締役みたいなのやってる人、うん、で先にそこの経験をされてる人だったから、もう全てに動いて先輩みたいな、うん、師匠みたいな感じ。でその人に相談した際に、うん、言われた言葉をきっかけに前進したかなと思っていて、まあ、その言葉っていうのが、うん、シンプルに、いやお前それ挑戦しなすぎだよみたいな、いう話が
あった。そこで言ってたのが、大手企業とかベンチャーの違いにも該当するんだけど、大手企業って良くも悪くも成長の機会は会社から降ってくる、うん、これは案件っていうとかプロジェクトタイムもそうだし、あとはその教育制度っていう意味で、うん、でもなんかベンチャー特に自分が入った社員一人目のフェーズとかと、自分でこう何かに挑戦していかないと、その課題って課題を作り出すところから始めないと、そういった壁とか自分の成長機会って生まれないんだなって思って、なんかそこを初めて言われて気づかされたみたいなのはあったかなって、その後なんかこう実際ユースフルでなんかどういう課題に取り組んだとかもちょっと聞けたら、ね、当時はまだ宿泊になってない時で、うん、でもユースフルのもう一個のチャンネルが実はあるんだけど、37万人ぐらいでエクセルとかスキルチャンネルとか、うん、あのぜひ登録してくださいねやってるんだけど、そこの事業責任者っていうのもともとはやっていましたけど、うん、その中でやっぱりこれまでやってきた業務っていうのが、いる社員とかインターン生とか業務委託とかいる、まあ、いるメンバーの中でお金をなるべくかけずに、今あるものをこう売っていくというか販売していくみたいなことをやっていた、まあ、いわゆる労働集約なんとかパワーでみたいな、中で効率化するみたいなことをやってた、具体的には YouTube の発信、メールマガの発信みたいなところをひたすら数をこなすみたいなところでやってたのを、一言で言うと先行投資っていうことに挑戦することにした、具体的にはとあるマーケティングオートメーションツールみたいなのがあって、そこを数百万単位で外部の会社に依頼するみたいなところをやってみたいみたいなところを自分で考えて、ノサさんとかに相談させてもらって、ノサさんもこれまで会社としてそういう動きをしてなかったから、最初はなかなか本当に大丈夫なのみたいな話はあったんだけども、まあ、そこやらせてくださいみたいな感じでやらせていただけたみたいなのが、結構個人としてもそうだし、若干おこがましいけど会社としては1個ブレイクスルーのタイミングだったかなっていう実感はある。なんか今の話聞いてると結構意思決定としては大きいというか、会社としても大きい意思決定だったと思うんですけど、そういうのはやっぱ長さんとかサスケさんっていうところにはもう大歓迎というか推奨してくれたような感じなんですか？いや最初は本当に大丈夫なのリスクは、みたいな話、大手企業で働いて分かんなくなると思うんだけど、数万数十万ってすごく大きな金額なんでね、ベンチャーにとっては。それを数百万円という単位での投資、しかもやったことがない前例がないものって形だったから、すごいリスクはあったものだとは思ってるし、その話はした、そこは最終的にお二人とかっていうのはどういうところでやっていいよっていう気持ち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 、まあでもあれですかね、その前のやり取りの中でリスクとかしっかり話し合ってて、あもちろん、いやでも本当に気持ちが一番だと思った、冗談抜きで、ロジカルに説明するみたいな、もちろん多少ちょっとだけ整理する練習をしてたので、まあ、ロジカルに整理するみたいなことはもちろん最初はやっぱそこでコンサルの癖で、論理的に考えてこういう風に先行投資したらこういう風に返ってくるやった方がいいですみたいなことを話してたんだけど、それだけだと人は動かないという、最終的には自分の覚悟を持ってやるんでやらせてくださいっていう気持ちに、まあ、あの人でもいい人だからさ、答えてくれたみたいなのがあったかなと。まだ入社したばっかですけど、今のエピソード聞いてやっぱりこう金使いたい、あいやいやそういうわけじゃない、真剣に考えてる人をこう支援してくれるというか、まあそういう気持ちっていう面もそうだし、そういうのを支えてくれる会社なんだなって思いました、ね、そうだね、あそういう話もあったね、やっぱり、もっともっと会社を加速度的に成長させたいみたいな、そこの裏返しってもっとこのトップシューとかユースフルってブランドが世の中のキャリアとかスキルに迷ってる、僕らの場合作る人を作るっていうミッションを掲げてるんだけど、社会に対してもっと前向きにもっと世の中良くしていきたいみたいな人たちが、に役立つみたいなサービスを提供したいと思ってるんだけど、まあ、そういうところの影響度を上げていきたいなっていうのは結構本心で思ってるし、まあ、それこそこのトップシューっていう名前が、なんか20代のキャリアに悩った時に頼ってもらえる、キャリアに悩った時のパートナーみたいな感じになれたらすごい嬉しいなって本心では思ってるし、そういう話もした。そういう先行投資絶対必要だと思うんだよねみたいな話もさせてもらったかなと思っていて、それで結果的にうまくいったんだよね、そこは売上がそれで月次でもう 2,3 倍とかまで成長してユースっていうのは、すごく自分にとってもいい成功体験だったなと思うし、もしその挑戦をしてなかったらなんか今でも全然成長しねえわみたいな、そういう愚痴を言ってたのかもしれない。やっぱりこう同い年としてそういう意思決定をできて、まあ、そこを進められたのっていうのは多分後期自身の推進力もあるし、環境としての良さっていうのもあるのかなと感じた、ね、そうだね。アクセンチュアっていう大企業での苦労とか、まあ、あとベンチャーに入ってからも、まあ、いろんな苦労を乗り越えてきた中でキャリアでいろんな悩みがあったと思うんですけど、乗り越える時に心がけてることとかって何かありますか？マインドセット的なことになるし、よく言われる話でもあるかもしれないんですけど、まあ、やっぱり一番大事なのは、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。自分が選んだ道を信じて正解にすることだとは思っていて、
本当に自分この会社でやっていけるのかなとか、うん、なんかもっと他に活躍できる未来があったんじゃないかとか、うん、ベンチャーに来た際には大企業にいた方がもっと成長できてるんじゃないかとか、うん、将来自分がすごいキャリアを歩めるんじゃないかとか、うん、何度も思ったんだけれども、うん、アクセンチャー入る意思決定も、うん、ベンチャーで頑張るって決めた意思決定も、うん、全部自分が決めたことだから、うん、そこをなんとか正解にしたいなっていう思いでもがくみたいなところが良かったかなと思っていて、うん、そこの手段がさっき言った元上司の人にこうすがって相談しに行くみたいな話とかも、うん、一番大事なのはマインドセットの部分でこの道をなんとか正解にするっていう思いがなんか一番大事なんじゃないかなと思って、そこがここまで今自分で歩みたいキャリアに歩めてるなっていう自負があって、やりたいことやれてるって思ってるのはそういった思いで動けてたからっていう気はするし、今はこのキャリア事業っていうのをやっていて、うん、日々実際にキャリア支援させてもらうこともあって、うん、キャリアを変えるか否かっていう節目の場面にたくさん立ち合わせていただくことがあるんですね、うん、それは求職者の今視聴者の方でもたくさんあるし、うん、なんなら常に、うん、採用にあたってたくさんいろんな話させてもらったと思うんだけど、まあ、そういう時にやっぱ常々思うのが最終的には覚悟だと思っていて、うん、自分がそこでやるって決めてそれを自分自身で正解にするってところが大事かなっていうふうに思ってるし、覚悟を決めれてる人は全員キャリアを変えた後もなんかハッピーなキャリアを歩めてるような印象がある、うん、だから常々も覚悟を決めて、はい、決めたはずよね多分ね。決めました頑張ります。頑張ろう。いいキャリアできるよね、うん、キャリアもプライベートも本音で思ってる。これはありがとうございます。まあ、自分自身もここでキャリア相談して自分の中で大きい意思決定だったんですけど、まあ、その道を正解にするそこをちょっと心がけてこれからも頑張る。大丈夫っしょ。正解だよ。正解だから。どっちでもいいんだよね。毎回思うんだよね。3つ選択肢だったらどれでもいいから大体、うん、決める問題だからもそれぞれね良し悪しがあるっていう話だと思っていて、うん、そうだね。あんだけ悩んだもんね。そうだね。相当悩んじゃん。結構ちゃんと悩んだだったら絶対正解だと思うからね、うん、一緒に正解にしようって思う。本当に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。てなわけで僕らの方でもこういった形で皆さんのキャリアの悩みに寄り添いたいなっていうふうに本気で思ってるし、そういうメンバーだけで今サービスやってますので、まあ、ぜひぜひ今なんとなくキャリアモヤモヤしてるなとかこのままでいいのかなみたいな思ったりとかする方は概要欄から無料で LINE 登録できますのでぜひ気軽に応募してみてください。ちょっとまだ相談するには早いかなみたいな方は2つ目に市場価値診断ができる LINE もありますのでそちらもぜひ登録してもらえると嬉しいです。てなわけで皆さんいかがでしたでしょうか。緊張と巻き汗が止まらんすけど新しいキャリアのレビューでこれから若くする日常になってくれたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。いろいろ頑張ってごめん。頑張りましょう。はい、というわけで今回の動画は以上となります。それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますのでお早めに。皆様の挑戦お待ちしております。